挨拶するならまずは上海歌劇団だな。近所なので楽でいいですね。ちょくちょくお昼を食べに来てるしな。だいたいこういう機会でもないとあいつらが歌劇団だってこと忘れそうになる。そうかも。普通に料理屋のお兄さんとお姉さんですよね。実を言うとですね、私ユイさんって怖い人だって思ってたんです。それは怖くなんてないだろ。可愛い女の子じゃないか。もちろん今は全然怖くないですよ。可愛いし仲いいし。そんなことより挨拶に来たんだろ。とにかく中に入